はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃみです。さあ今日はね、こちらガンダムエイジ2マグナム、こちらをね頑張って使っていきたいと思います。今回まあ運用していくのはバーストインファイトの方を使っていきたいと思います。エクスカリバーの方をねしっかりぶち込んでやりたいと思いますんでね。はい、それで狙っていこうと思っております。さあまずは下サブ使ってバリア張りながらですね。さあただしこの展開中はねカリバーがね耐えないという、わーし、これ下への判定がね非常に強いので、まあ本当にね多少少々下にいても今みたいに当たるんですよね。でうまくその辺をね活かしていきたいと。さあ次だ、次だいぶ当てるのね最初苦労しましたけど、まあやっと慣れてきたという感じですかね。まあ、社員チェーンする時はねやっぱバリアしながら戦っていくっていうのがベストっぽいですね。やっぱり狙えるときは狙っていきたいですね。あった、もう一発よーし、いいぞこれがね強力で売りの期待ですね。まあ、それを生かすためにバーストインファイトにしてあります。さあ行くぞ、今度はこっちか。さあ狙っていきたいところ、見えた、ここだ、当たれ、当たってない、まだだ、しっかり狙っていこう。ここ着地をしっかり取る。さあ行くぜ、このまま一気に決めたい。あーっとまだ武装が溜まっていない。おっと、あーっとチャンスだと思ったけど行こうと思ったら撃破されたな。よし、今のうちに中継取りましょう。さあ中継2人かかりで素早く色変えたらもう C の方戻ろう。よし行くぜ。さあ今度はこっち、さあ C の方乱戦になってないけど戦ってますね。これは素早く、あおっと倒している、やる、バリア張って慎重に、まずは中継取れるまではちょっと粘っとこう。まだ大丈夫、ここですね、当たれ。さあ射程は200ということで今170ぐらいだったんでね、ちょうどぶち込めるという感じですね。あとスタブでバリア張りながら一旦ちょっと距離取りましょう。ここはちょっと分が悪いですね。バリア張って、おっと使ってくるかな、これ怖い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 、ちゃんと影に隠れながら、よしよ、この調子で、メインも使っちゃうよ、メインも使うよよしよしよし、いいよ、この調子でしっかり距離取ってまた C の方へ入ろうかな。あ、こっち来るか。あ、ちょっとサーブ使っといて大丈夫、それなら問題なし。後ろからちょっと少々追っかけられてますが大丈夫でしょう。ここだ、くらえ、いいぜ、このまま落として終わりにしましょう。さあ中継取ればこんで終了かな。バリアあっとこ、あともう一箇所抑えられればこのまま勝ちですね。よし、これで終わりかな。はい、終了でございます。お疲れ様でした。はい、勝利ポーズの方はスキル発動でちょっと勝利したの今回はずだったんでね、とりあえず変化なしということで、最初にね冒頭で見せた勝利ポーズ1種類だけですね。はい、今回は撃破3、損壊0、アシスト2、選挙4でした。まあ、非常にね、第3の方も取れたんで、まあ、非常にありがたい戦闘になりましたね。はい、それでは敵と味方に賞賛を送って、はい、それではダメージ受けいきたいと思います。
はい、今回は与えたダメージ3530の受けたダメージ597でした。まあ使っててね、やっぱり機動強化2になってから非常にね操作がしやすくて、あの特一の方の、下特一かの方の、EX カリバーの方もしっかりねぶっ刺さるようになったんでね、まあこの辺をねうまく活かして戦っていけるとやっぱ楽しい機体かなというところでしょうかね。はい、まあなかなか運用としてはね最初ちょっと手こずりましたけど、まあある程度回数乗ったらちゃんとあの当てられるようになってきたんで、まあ、このままね頑張って吸収機のちょっと乗る機体の候補にしていきたいなと思います。はい、それではね今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんぜひねイベントを走って手に入れてみてください。それでは今日は一旦このぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。